実験大好き MNF です。今回のお題は QEX JAPAN 44号、8月19日発売。簡単に紹介させていただきます。 CQ 誌、姉妹誌、昔のハムジャーナルに近い関係かと思います。アマチュア無線の技術に特化した雑誌となっております。本号無線機レストア関係の記事が多数掲載されております。私とても関心があります。本号を見た感じをね、簡単にご紹介できればと思っております。見どころは、今回ご紹介させていただきますこの QX JAPAN 44号ですけど、中のねちょっと見出し簡単にご紹介させていただきます。まあ今回は特集ということでね、アマチュア無線機のメンテナンスということで、 TS のね130680、 TS830 とかね、あと1201のね修理記事が載っております。中華製の SDR 無線機 X6100、こちらの方がね、まあ、2つレビュー記事が載っております。あの VNA を使った、まあ、チューナーの調整方法ですね。完成の基板になるんですけどね、 1.8 メガから 50 メガヘルツのプリアンプなど、地味にマイクロタワーの PC ケースを使いましたね、リニアアンプっていうのも紹介されております。まあ、ざざっとだけ、まあ、概要ねご紹介できればと思います。無線機修理ネタいつ見ても楽しい。今回はね、各種のイベントで中古の無線機、ジャンクの無線機などね、いろいろと物色されてた方たくさんおられたと思います。まあやっぱりね、こういうものを見ますとね、絶対に故障していることもあると。ついね、今お持ちの無線機でももう調子が悪いと、まあそんな無線機もね、もう世の中いっぱいあると思います。まあそういう意味合いでもね、私できるだけね、まあやっぱり故障の事例が見たいと。意外とここのインプットが重要なんですよ。無線機修理してるイコール壊れたところを直したらわかるでしょうっていうような形なんですけどね、壊れたところがね、やっぱ古い無線機が非常に微妙に今なっております。結構ね、この古い無線機本当にね、現役復帰させようと思うとね、非常にね辛いんですけどね、とりあえず動かない無線機が取り急ぎ動くようになりますとね、非常にこれがまた楽しいんですよね。で、適当な費用っていうんですか、まあ無線機の方自前で持ってるようでしたらね、もうタダだと思います。でなおかつ修理の費用っていうのもね、正直言ってそんなにお金かからないっていうんですか、部品代の方はね、普通はそんなにかからないと思いますからね、うまいこと無線機がなれば非常にね、満足度のある成果をね得られることができます。この辺はね、インターネット見ても確かにあります。で、雑誌とか書籍でもね、私だいぶ持ってはいるんですけどね、いろんな事例っていうのがね多数紹介されてはおりますけど、この辺の事例っていうのはね、まあ人がやられたいろんな苦労話だと思います。まあできるだけで見て勉強しておくと。修理はね、もう実際実動時間ほとんどないんですけどね、暇があるごとに情報をインプットして参考にできるように、まあできれば資料を整理しておくっていうんですか、意外とねこういうことは重要だと思います。 TS130S お手軽リビルド、 TS120 の後継機種っていうので、確かね WARC 対応でちょっとだけ機能が増えたぐらいでね、かなりね似通った機能の無線機だと思います。回路もね、意外とシンプルやと。一番厄介なのがね、各バンドに切り替えるためのリレーがないと。まあその代わりバンドスイッチがあるんで、これはこれで厄介なんですけどね、リレーはリレーがねありますと、これまた厄介だと。程度のいい機械でしたらね、修理がしやすいような形です。この辺はね、中古機見てても今回もね、ちらほら120は何台か見かけたんですけどね、程度の良い個体でしたらね、長く付き合っていけると。でサイズの方もね、あの当時のコンパクト機です、非常にちっちゃいですからね、置いててもまあ邪魔にならないんで、リビルトの無線機としてはね、まあ適切なね無線機じゃないかなと思います。この記事見させていただきましたらね、地味なね故障がいっぱい上がっておりました。意外とね、私もね一番気になっているのがね、 IC の劣化のね記事っていうのがあったんですよ。こちらの方でもね、実際その IC 具体的にこの型番でこうですよっていう経緯がね記載されてはいたんですけどね、足がね変色してると。まあ足が変色してるから全部石がおかしいのかっていうのは、これ諸説あってややこしいんですけどね、一般的には足、ここがだいたい銀メッキっていうんですか、で銀メッキがだんだん表面がやられていくと、その樹脂の中に入り込んで、要はモールされている半導体のその中身まで行って、本当にその半導体のところのね素子がいかれてしまうような形っていうのをね、以前聞いたことがあるんでね、やっぱり IC のピンが黒っぽくなってるとね、かなり怪しいっていうのもね、まんざら嘘じゃないと思います。そこで掲載されてたんがね、その石、私自身もね在庫があって、今でもね 2,3 個持ってるんですけどね、偽物があるんじゃないかっていうような情報もありましたね。
何でもそうなんですけどね、本物のね IC をじーっと見てますとね、やはりそのメーカーさんの刻印印刷して足の並び方見てたら分かるんですけどね、まあ何が偽物かは分かんないんですけどね、やっぱり印刷が怪しいやつ、要は IC のね、あの印刷がどこがおかしいとかね、なんか斜めになってるとか言うたらね、まあ今でもね結構偽物の IC っていうのはね、この半導体不足です、いろいろとアウトを聞くんですけどね、やはりそういう偽物らしいものがあったんでね、今回は使わないっていうようなね情報も掲載されておりました。 TS830 思い出の1台 TS830 ですよね。私もね2台ぐらい過去に直したことあるんですよ。ある意味これね HF の実践機っていうんですか、超大人気の機種で、結構ねこれでバリバリ DX された方おられたと思います。トリオさんの最後の真空換気で実用的にね今でも使っていけるんでね、今でもね使ってる方または使おうと思ってね保管されてる方も多いと思います。とにかくねこの無線機のいいところと悪いところ、特に悪いところはねやはり真空管が入ってるんでね、どうしても熱がこもりやすいと、それに伴うね独特の故障がね多いような傾向です。この中でもねだいぶ紹介されてるんですけどね、やはり酷使した個体っていうのが結構多いと、私のローカルもね 6146B2 本ぐらいね寿命尽きたようなね使い方したローカルもいるんでね、結構ねこれ酷使した機械っていうのが多いと思います。その中にねありましたんがね、830世代だともうソリッド抵抗とかがね切れるっていうんですか、内部はほとんど変色してないんですけど切れるっていうことはあんまりないんじゃないかなと思うんですけどね、やはり切れた事例っていうのが紹介されておりましたね。あとはねスイッチも接点不良だと、これは私も経験したことがあります。あとはコイルがおかしくなったとかね、なんかまあいろんな事例が載っておりました。私もね経験したやつ経験してないやつもあったんですけどね、今度ねまだ多分830出会う機会あると思うんでね、結構この辺はね役立つような記事が多数掲載されておりました。 TS680 微妙な1台 TS680 ですよね。中古でどうですかね、意外と13万の方が高い値段って売買されてるんじゃないかなっていう気持ちはあるんですけどね、まあそれでも人気のあった機体だと思います。確か HF とね50メガ HF につきましてはね100ワットまで出せる S だったと思います。人気はね多分もう一歩だったんじゃなかったかなとは思うんですよ。それでもね今でも実用性はね十分高いと思います。今回ねご紹介されてたんがねエンコーダーの故障ですよね。確か横にねこうチャンネルステップとかねなんかコントロールできるねエンコーダーがついてたと思います。それをねどうやって確保したのかっていうような情報も載っておりました。メーカーさんの在庫があるんかどうかはようわかんないんですけどね、なんか相当品別の機械用のやつをね流用したっていう事例が載っておりました。意外とねこのボリュームはなんとかなるんですよ、この号のやつは。エンコーダーだけはね分解していいもんか、全く使えないようなエンコーダーでしたらね分解してもいいんですけど、大体はね曲がりないにも動くことが多いんでね、分解して元に戻せなくなるリスクも高いんでね、互換性のあるねエンコーダーっていうのが紹介されておりました。この時代部品が手に入らないこともあるっていうことでね、その世代その世代で今よりもね昔の無線機の方がメーカーさんが違っててもね同じような部品を結構使ってたっていうことでね、下手な修理用のね部品を確保するよりも、要はジャンクの部品取りの基盤、その世代と同じような無線機のねジャンク基板があると便利がいいですよっていう記事もね掲載されております。私もね一番の思い出がこのニッシーのね460ですよね。とにかくねよく故障したっていうんですか、ただよく故障したのはね前期型、ほぼこれは全滅に近いですよね。まあこれが一般に言われる確かかまぼこ型っていうやつだったと思うんですけどね。であと後期はね平べったいやつ、こちらは私の方でもね前代1台も故障してないっていうのか劣化に気づいてないだけかもしれないんですけどね、まあギリギリ許容範囲で動いてるような形なんでね、まあこの460の劣化につきましてはね、まあ各局さん大変じゃないかなと思います。 IC1201 イコ1事例 IC201 ですよね。200メガのモービル機っていうことで人気が今でもねある無線機だと思います。調子の悪い2台をね2個1にした、要は2個を分解して程度のいい1個を作りましたっていうね記事も掲載されておりました。これね理論上は簡単じゃないかなって誰もが思うんですけど、2台ね同じ回路の場合はそうなんですけど、同じ型番なんですけどね、要は内部が微妙に違ってたと、まあこういうこともね稀にあるマイナーチェンジであるとは聞くんですけどね、どうもその2台がね微妙に回路が違ってたっていう情報が載っておりました。結果的にはね苦労話が中心なんですけどね、まあなんとかなりましたっていうことは記載されてるんですけどね、
やはりこの当時1200メガっていうのは一番高いバンドです。やはりシールドの問題とかアースの問題とかありますから、結構ね中が結構シビアに作られてたっていうことがね記載されてるんでね、私はあんまり1200メガの無線機は触りたくないなとは思うんですけどね、触る機会がある方はねぜひともこの記事参考になるかと思います。ニコイチもね甘いようで甘くないと、私もやったことあってね簡単に成功した事例もあるんですけどね、確かにねマイナーチェンジで部品の定数が違ってたりしてね、なんかこう付け替えた覚えはありますね。ですからニコイチの世界もねそんなに甘くないような傾向です。海外リニアユニット MRF300 っていうのが結構ね今世界的に流行している半導体かと思います。一応ね今回紹介されてたのが 1.8 から50メガで、一応ね 600W まで出せるっていうようなねユニットになっておりました。こういうような完成品のねユニットっていうのが最近海外からまあ輸入できる時代っていうんですか、まあ、このユニットをね輸入した事例っていうのが紹介されておりました。こちらの方がフィルターですよね、まあオプションっていうんですか、その中でいろんなシリーズがあるようなんですけどね、詳しくは概要欄にそのメーカーさんのねリンク先貼っときます。見ていただいたら分かるんですけどね、主要なユニットがね全部このような形完成品ということでね供給されております。その部品の入手の手間とか設計の手間ですよね。で基板もね製作すること考えましたらね、もう正直言うてお値段のね折り合いがつけば、まあこういうものをね買ってくるのもありの時代かなと思いました。これでね面倒なユニットはね完成品が手に入ってるんでね頑張れるかなとは思うんですけど、これを収納するためのケース、当然放熱のためのね放熱板っていうんですか、であとはそれを制御するための準備っていうんですか、ある程度はね制御してやらないと送受信もあります。オプションであるんですけどね SWR を見てプロテクションするようなね回路もね用意されてるんでね、どこまで守っていくのかっていうのはねもうシビアな戦いにはなるんじゃないかなと思うんですけどね、まあ久しぶりにね自分でも 500W ぐらいのリニアは作れるんかなっていう気にはなりました。それのね測定結果っていうのもね詳細に報告されております。結構ね俺でもいけるかなっていう感じがあったんですけどね、でも実際にケースですよね、放熱板点に入れてケースを加工してしっかりとね電源も確保するとなるとね、さあどうでしょうか、こういうようなねユニットをね組み合わせて作った方が早いのか、それともねもう買ってきたの方が早いのか、非常にね個人的にはね迷うような結果となりました。ナノ VNA使ったチューナーの調整、こちらの方もね最近は皆さんね自動のねチューナーに慣れちゃって腕が落ちてる方も多いと思います。まあ、手動のチューナーをナノ VNA で調整しようというの、私も以前動画で作ったんでね、まあ、概要欄で見ていただいたら分かると思うんですけど、これがね実際にナノ VNA になります。これをね測定器というね視点で詳細に紹介されております。私の方は SWR 系並みの使い方なんですけどね、こちらの方はねスミスチャートも使ってね詳細に記載されております。 SDR-X6100 紹介、これがねまさに中華製話題の SDR 小型のねトランシーバーとなります。 1.8 からねちょうど50メガまで 5W 出ると、でバッテリーも内蔵されております。外見がこんな形、なんか見るとねまさにあの無線機 IC705 にねそっくりかと思います。実際はねかなり近い商品ならしいですけどね、ただこちらの方がね奥行きがね非常に浅いと、ですからコンパクトで有名だそうです。 YouTube 見ても手に入れたよっていう動画がね数本上がっておりましたから、すでにねご利用の方も多いと思います。この手トランシーバーの恐ろしいところっていうのはね、ちょっと細工しますとね単体で FTA とかなんか運用できると、ある意味恐ろしいような機械です。実際ねこれラズパイが使われていると、 Linux 上でね動きます FTA のソフトをねインストールするとねFT8 の運用ができるそうです。実際 FT8 っていうのは各種の連動があるんで、できればね、まあ、ノートパソコンの方が安全かなとは思うんですけどね、こういう遊び方ができるっていうのはねまさに中華の恐ろしさだと思います。 QST の雑誌の翻訳記事もあります。 ARRL のねラボ情報っていうので、まあ、そちらの方のね簡単な情報も記載されております。まあご購入される方おられるようでしたらね、特性の確認とかのね参考資料には十分なると思います。この無線機まだまだ購入ルートがね国内では限られていると、かなりニッチな商品だと思いますからね、関心度は皆さん高いと思います。リニアアンプ PC のケース収納、私もあんまりこの真空管の記事っていうのは申し訳ないです、ちょっと怖いんでね正直言いまして 6146B S2001 程度までは触れるんですけどね、
そっから向こうのね TL992 なんか見ますとね、ちょっと怖くて逃げるようなタイプなんでね、正直言うてね、こういう記事っていうのはね個人的に敬遠してる傾向があったんですけどね、今回パソコンのケースを使ったね真空管式のリニアアンプっていうのが紹介されております。パソコンのケースってね、皆さん冷静になっていただいたら分かると思うんですけどね、筐体が結構大きいと、でその割にはお値段安いと、でなおかつよく考えますとね、空気の流れは最低限考えてるので、そういえばね真空管のね冷却にも最適やと、筆者の方のね着眼点にびっくりしております。当然ね一定の機密も保たれてると思います。まあ、空気が流れるって意味合いではね、パソコンのケース今までポンポン捨ててたと思うんですけどね、まさにリニアアンプのねケースに使うこともねアイディア的にはありだと思いました。本来ですとね真空管の記事として見ないといけないんですけどね、私はケースの応用事例っていうのでね見させていただいたんですけどね、非常に綺麗に収納されてますね、まさに美学に近いような形なんでね、できればね、まあ、制作というよりも美術鑑賞みたいなね形でね、パソコンのケースをね真空管アンプに改造して、で内部配置の様子もね詳しく写真で紹介されております。この辺はね何かの制作の役に立つんじゃないかなと思います。まとめの方をさせていただきます。ちょっと今回ね下手な説明で申し訳ございません。まあ十分なね魅力がなかなかねこういう書籍伝わらないと思います。正直言ってね記事のレベルっていうのはね C 級紙よりも高めになってます。かなりねハード好きの方がね好きな内容、ソフト好きのね好きな方の号もあるんですけど、今回はねかなりハード好きの方にね特化したような記事が多いような傾向です。70年から80年時代の C 級紙、あの頃が面白かったなっていう方はね、ハムジャーナル知ってる知ってるっていう方でしたらね、この雑誌のね面白さが分かっていただけると思います。ぜひともね書店で確認をしていただきたいなと思います。ただ問題はね、書店で取り扱っているところがね C 級紙よりさらに少ないような傾向です。またはねありましても最近でしたらね、このビニールに入れてて中身見してくれない書店もあるんでね、この辺がなかなか表現できないところです。関心がある方はねぜひともねもう買った方が早いと思います。まあぜひともねこの絵、真空管、無線機の修理、まあこの辺好きな方はねぜひとも参考に読み物としてね読んでいただけると楽しいと思います。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。